RS-88 は燃料としてエチルアルコール、酸化剤として液体酸素を使用する液体燃料ロケットエンジンである。本来はロケットイ員社によって1997年に NASA のバンタムシステム技術向けに設計、製造された。2003年にロッキード社によって射転避難実証機器用に設計された。 NASA は2003年11月から12月にかけて RS-88 の燃焼試験を14回実施してその結果55秒間の燃焼に成功した RS-88 エンジンは海面高度での推力は5万 LBF である RS-88 エンジンは CST-100 の打ち上げ時の緊急脱出装置に選択され2011年に ボーイング社によって試験が進められている。バンタム・バンタムシステム技術計画は NASA と協力会社による廉価な打ち上げシステムの研究と技術実証を主題とした低コスト技術開発の一環である。技術実証の飛行は1999年末を目標とした。RS-88 エンジンは NASA のバンタム計画のもとでより大型の 先進宇宙輸送計画の低コスト技術の推進要素でロケット団員社によって設計された。2003年12月の RS-88 の燃焼試験2003年に RS-88 エンジンはロッキード・マーティン社による射点対比実証機パッドアボートデモンストレーションのために改良されて試験された。2004年半ばに PAD 推進モジュールの設計審査が行われたが、セブ開発での機体での使用計画は明らかに破棄された。ロッキード・マーティン社の射程回避実証機は、元の予定では2005年に4機の RS-88 エンジンを備えて打ち上げられる予定だった。2006年1月、NASA は、 RS-88 ロケットエンジンを革新的産業協力計画の一環としてオクラホマシティのロケットプレーンリミテッドに対応すると発表した。NASA のジョンソン宇宙センターと同社は宇宙契約法によって RS-88 エンジンを同社のロケットプレーン XP の試験に3年間使用する契約を交わした。同社は NASA に開発から得られた設計。 試験と運転の情報を提供するロケットプレーン x p は4座席でリアジェットを改造した計画ではロケットエンジンで加速して最高高度はおよそ30万フィートに到達する予定だったロケットプレーン社の技術と分析担当の副社長のボブセトは我々は NASA 連邦航空局地元州及び連邦政府の支援を受けてそのような RS-88 エンジンとして確立された技術を統合することにより安全で手頃な価格と再利用可能なスペースプレーンを開発したいと考えていると述べた。セトによると機体は初期の設計審査を2005年3月に完了して詳細設計の段階に入るとされる。ロケットプレーンは2010年に連邦倒産法第7章により倒産した。 ボーイング CST-100 乗員、カプセルボーイング社の CST-100 宇宙船の打ち上げ待機システムの計画で、RS-88 エンジンの使用が計画される。ありがとうございます。